はい、始まりました、シットでございます。本日の動画ですね、4月25日土曜日ということで、遊戯王の新しいパックの発売日でございます。でですね、僕はですね、このパックを機に遊戯王に本格的にハマろうかなと思っております。で、近くのコンビニでワンボックス買おうと思ったんですけど、結構ね、買われてて10パック買ってきました。それがこちら。はい、こちら遊戯王アーク5オフィシャルカードゲームクラッシュオブリベリオンです。でですね、このパックではなんかレッドアイスが熱いらしいんで、今回はね、こちらの表紙のやつと、なんだったっけな、レッドアイズフレアメタルドラゴンを狙ってね、開封していきたいと思います。ちょっとね、レッドアイズデッキとかね、ちょっと作ってみたいんですよ。レッドアイズとかブルーアイズホワイトドラゴンとか世代なんですよ、僕。なので今回はレッドアイズデッキをちょっと作りたいなと思ったんで、まあちょっとこれからもね、いっぱいパック買っていこうと思います。まあ、とりあえず10パック開けていきたいと思います。それではアングルを切り替えてどうぞ。はい、それでは開封していきたいと思います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10パック。1パック目開けていきます。1パック目、マジでね、レッドアイズね、欲しいよ。トリッククラウン、イグナイトマグナム、タムタム、イグニッシュフェニックス。やばくない？1パック目から表紙来たやん。俺覇王国竜オッドアイズリベリオンドラゴン、やばー。はーい、1パック目からこの収穫が来ましたね。2パック目いきましょう。噛みました。2パック目、よいしょ。イグナイトイーグル、ブラックメタルドラゴン。あー、こういうやつがね、使えるんですかね。エキセントトリックデーモン、ちょっとなんか後ろ見えてるよ。潤いの風、なんなんこれ、めっちゃ当たってるやん。あ、こっちがウルトラや、でこっちが普通のやつや。もう2枚も当たっちゃったやん。すげえ。3パック目、やばないか。パンドラ、ドラミングコング、アロマージカナンガ、バリアバブル、フレイムイーター。まあ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 。4パック目、よいしょ。この開ける時が楽しいんすよ。ジャグラー、ドラゴノフノックス、守護者、レッドアイズ。あー、すごい、こういうなんかトラップカードで使えるんか。で、ダルク、5パック目、よいしょー。前半のラストですね。はい、イグナイトマスケット、マキナ、タムタム、ブリリアントフュージョン、ジェムナイトレディブリリアントダイヤ。折り返しですね。6パック目、よいしょ。コング、ハットトリッカー、ダメージジャグラー、イタチのダイバー王、取り違い。んー、なんか当たらなくなってきたね。7パック目、ドラゴノックス、トリッククラウン、極楽鳥、総国の魔術師、インフェルノイド、デカトロン。ラースト3パックです。当たんなくなってきたんだけど、マジで。イグナイトマグナム、霊廟の守護者、ファニマールマウス、保育の宝札。あー、もう9パック目、9だよ9、やばいよ。おっとー、ちょっと一瞬で見ちゃったんだけど、もう一回いこう。エキセントトリックデーモン、オペラ、ラグダウン、ライトロードの裁き、悪魔竜、ブラックデーモンズドラゴン。ほうほう、どうなんでしょうか。はい、ラスト。あ、これこっちに置いとこう。ラストですよ、慎重にいきましょう。アロマポット、ドラゴディウス、シンギングレイニアス、
トリックボックス、アロマジベールベルガモット。はい、今回の収穫は多分ウルトラレアのハオコクリオッドアイズリベリオンドラゴンのウルトラレアと、これが何だろう、スーパーレアじゃないな、これ絶対ウルトラやと思う、ほんまに。でブラックデーモンズドラゴンが当たりました。また機会があればね、はい、こちらクラッシュオブリベリオンあげたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。